野間大坊にある聖清夫妻の墓法恩寺は、聖清の母が、聖清の母体を弔うため建立した寺鎌田聖。清は、平安時代末期の武将。名は、正清、正家友、聖家と藤原秀里流須道氏の一族で、相模国の住人鎌田権森通清の子。源の義朝の第一の老党。聖清の母が義朝の乳母だったため入兄弟として、 最も信頼された。方言元年7月の方言の乱で、吉友に従って従軍し、源のためともに挑むがとてもかなわぬと見て、知りている。平治元年12月の平治の乱では、代理選挙後の藤原信頼主導の地獄で、左平城に認じられる。大剣門の戦いでは、吉友の長男、吉平と共に、平の清盛の長男、重盛と戦い活躍する。 六条河原の戦いで、源氏が敗れ、義朝が内死にしようとするのを引き止めて、義朝の小屋王子の源の義高、いとこの源の重なりと共に東国を目指して落ちた。途中、大御国の落ち武者への捜索の苦難に遭いながら、義朝主従は、聖清,清の衆都である、尾張国の間内階海の領主、長田忠宗の館にたどり着く。だが忠宗の裏切りに遭い、 義友は、風呂場で殺害され、清清は酒を飲まされて、騙し討ちに遭い、忠宗の子、ケイの手にかかって殺された。去年三十八、区間省によると、罠を察知した義友は、清は清に、自らの殺害を命じたという。文治元年九月三日、清清の首は、義友の維持、頼朝によって、義友の遺骨とともに、鎌倉の勝長寿院に葬られた。 研究5年10月25日、聖清の娘が勝町寿院で、父、聖清と義友の追善供養を行っている。聖清に男子がなかったため、頼朝はこの娘に、終わり国史の希少、丹波国名武将の自当職を与えている。聖清夫妻の墓は、主君、義友と同じ愛知県三浜町の野間大坊の境内に現存する。ありがとうございます。